はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけれども、移転した権利が契約内容に適合しない場合における売り主の担保責任、民法565条について解説いたします。まあ、ここの文章だけ読むとなかなか何言ってるのか理解するの難しいんですけれども、まあ、内容を見ていただければ、それほど難しい内容ではありません。で、売り主の担保責任っていうのは、まあ、売り主の契約不適合責任と考えていただいて大丈夫です。で、移転した権利が契約内容に適合しない場合ってどんな場合があるかっていうと、大きく分けて今回2つ具体例を出させていただきます。まず他人物売買ですね。例えば A さんが B さんに土地を売る契約をしました。で、その土地が A さん所有じゃなくて別の第三者、他人のものだった。まあ、今回は C さんですね。C さん所有の土地を A さんが B さんに売却した。こういった場合です。まあ、実際こういった契約も有効なんですね。他人のものを売るって言っても有効です。でも実際他人のものを売るってあまりやらないですよね。で、これなんでやらないかって言ったら、買い主に引き渡すことができなかった場合、損害賠償請求を受けることになるわけですよ。なのでやらないんですね。A さんが C さんからこの土地、取得できる見込みがないにもかかわらず、売却するっていうのは、まあ、基本的にはあまり考えにくいっていう話です。一応 A さんは C さんからこれ取得できるだろうと思って、A さんは B さんとこう売買契約をしているわけなんですね。C 所有の他人のものの売買契約を締結していると。まあ、そういった状況です。全部が C さん、他人のものなので、他人物売買という言い方をします。で、売買契約をしたはいいものの、A さんが C さんからこの土地を取得することができずに、B さんに対して引き渡しができなかったり、所有権の移転登記ができないといった場合ですね。まあ、こういった場合、売り主は契約不適合責任を負いますよ、っていう話です。つまり、B さんは A さんに対して追加請求だったり、代金減額請求だったり、損害賠償請求とか契約解除ができると、まあ、いう話です。まあ、ただ全部他人物売買の時っていうのは、まあ、追加請求はしたとしても代金減額請求っておそらくないと思うんですよね。っていうのも、これ全部引き渡せないってなってくると、代金全てについて減額しなければいけないっていう話なので、まあ、あんまりこれは考えづらいかなと思います。なので、まあ、全部他人物売買の場合だと、まあ、考えられるほどで言ったら追加請求ですね。この土地、ちゃんと C さんから取得して、私に引き渡してくださいって請求したり、また損害が出たというのであれば損害賠償請求、さらには引き渡しできない、移転登記できないっていうのであれば契約解除、このあたりを現実的には B さんは行ってくると思います。一応代金減額請求もできないわけではないですよ。まあ別にしてもいいんだけれども、まあ実際のところはこれやらないでしょうっていう話ですね。で、続いて一部他人物売買ですね。 A さんがA さん所有の土地と C さん所有の土地、まあ、この2つの土地を B さんに売る、そういった契約をした、こういった場合ですね。まあ、A さん所有の土地は自分自身 B さんに引き渡しとか移転登記することは可能でしょう。一方でこっちの他人物の部分ですね。で、もし A さんがこの C さんこっちの部分を B さんに引き渡せないといった場合、 B さんは A さんに対して追加請求、この部分 C さん所有のこの部分もちゃんと引き渡してくださいって請求したりとか、また、追加請求したにもかかわらず、まあ、相当期間を定めて追加請求したにもかかわらず、この部分引き渡してくれない。まあ、そういった場合は、じゃあこの部分について代金減額してくださいって請求するとか。また、損害が発生したというのであれば、B さんは損害賠償請求をするとか。または契約解除をするとか。まあ、そういった権利を B さんは持ちますよっていう話ですね。で、続いて、契約に適合しない抵当権とか地上権とか、まあ、こういったものが付着していた場合、A さんは B さんに対して、この土地を売りました。で、抵当権のついていない土地を売却した。にもかかわらず、引き渡した土地に抵当権がついたまんまだったと。いった場合ですね。こういった場合、買い主である B さんは、追加請求。ちゃんとこの抵当権外してくださいよと。また、じゃあその分代金減額してくださいよ。例えば、これ500万円分の抵当権がついている。まあ、つまり、非担保債権が500万円というのであれば、じゃあ500万円部分だけ減額してくださいよとか。まずそれによって損害を受けたというのであれば、損害賠償請求とか。また、抵当権をもう外してくれないのであれば、もう契約解除。まあ、そういったこともできますよっていう話ですね。で、ちなみになんですけども、これ契約に適合する抵当権がついている場合もあるんですね。
これどういったことかっていうと、 B さんはこの定当権ついたまま買いますよって言った場合なんですよ。実際そういった契約もあるんですね。定当権がついたままでいいよ。まあもちろんその場合はその分は安くなってます。まあそういった契約もあります。で、そういった契約を結んだのであれば、これは定当権ついているから契約解消だってこれは言えませんよ。これは契約内容に適合しているわけだから、契約不適合責任を追及することはできないと、まあ、いう話です。で、続いて地上権がついている場合ですね。 A さんが B さんからこの土地を買いました。で、まあ、契約ではこの地上権とかそういったものはないと、ないことを前提として買っているというのであれば、地上権ついていたらこれは契約内容に適合しませんよねと。もし引き渡された土地に地上権がついていて B さん使えません、まあ、そういった場合は B さんは A さんに対して追加請求することができます。B さんは A さんに対してこの地上権外してくださいとか、私はその分代金を減額してくださいとか、損害を負ったのであれば損害賠償請求、または地上権外してくれないのであればじゃあ契約解除しますよ。まあこういったことも可能です。これについても契約に適合する地上権であれば、これは契約不適合責任を追及することはできません。まあ地上権についたままでもいいですよっていう買い主もいるかもしれませんよね。例えばもう地上権について毎月毎月100万円の資材が入ってくる、土地の使用料が入ってくるというのであれば、それはそれで B さんそれが欲しいからって言って地上権がついたまま買うといった場合もあるんですよね。そういった場合は契約に適合しない地上権ではなくて、契約に適合しているわけだから地上権がついているから契約解除してくださいとか、まあそういったことは言えませんよってことですね。あくまでも契約内容に適合しない地上権だったり定当権とか、こういったものがついている場合に限って、B さんは A さんに対して、こういった契約不適合責任を追及することができるんだよ、という話です。このように具体例を入れながら、理解をしながら勉強したい。そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。丸暗記だとなかなか合格するのは難しいです。ちゃんと具体例だったり、イメージとか、考え方とか、そういったものを理解しながら頭に入れていくことによって、短期間で実力を上げていただくこと可能なんで。もし次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。